DS PDS。お願いします。今日とね、餅つき系 YouTuber のテレです。本当はね、お正月で実家でね、餅つきね、振る舞いたかった。よし。ですけど、餅つき金をね、忘れてしまったんで、できませんでした。やっちんちん、ぷい。でもね、せっかくね、餅つきがあるんで、今日はね、パン飴で、餅つきしましょう。はい、もう僕もペインなんでね、ペインペインペイン。お、炊けましたね。あっちょきー、パン飴ー。でも本当にね、これ美味しいんですよね。ちょっとね、そろそろイメージキャラクターにね、してほしいですよね、僕を。うん。やっぱ酸味がいい。ジューシーなんだよね。で、どうやって作るかというと、まず餅つきをね、ポワって餅作って、で、溶かした飴を流して、それ混ぜたら、餅とキャンディーのね、フュージョンさ、やばくないですか？こう混ざるのかもわかんないし、こう混ざったらもう餅キャンディーができるんで、美味しいこと間違いないと思ったんで。いいです。じゃあ、フライパンにね、パン飴を出します。これ結構大変なんだよね。はい、5袋入れましたね。めっちゃ大変だった。ではね、煮込みます。弱火でね、じくじくやります。なんかあんま焦がすとね、ちょっと茶色で色が悪くなっちゃうんで、めっちゃじっくりやりますよ。はい、ちょっとね、水入れてね、溶けやすくしましたね。で、水入れてその後ね、蒸発すればいいと思ってんで、やっぱ焦げないようにするにはちょっと水入れた方がいいかなって。お、溶けてきた、溶けてきた。はい、もう溶けましたね。こっからちょっとね、水をね、飛ばします。はい、では餅ついときます。では、スイーツワン、ゴーシュで、パン飴、餅つき器に入れます。スイーツワン、ゴーシュ。さあ、どうなるか。さあ、うまくいくか。うまくいってくれ。お、浸透してる浸透してる浸透してる。え、膨らんでね、膨らんでね。え、すごい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 。なんか液状化しちゃったな。っていうのもあるからね。冷めたらね、固まるような気がするんですよね。オッケー。キャンディー入ってんで、うん、ちょっと冷ましましょう。では、パイ餅いただきどん。ちょっとね、毎回ね、水っぽくなってんですけどね、なんかこんぐらいべちょべちょだと高級感出ますから。うん、甘さもちょうどよくて、勢いよく食べると喉を詰まらせる味ですね。うん、うまい。酸味がまたいいですね。その餅に酸味があるってのは、最近流行ってるフルーツ大福とかが、それに近いですよね。今の時代さ、もう見た目重視ですからね。なんか値段の割にさ、さほどそんなうまそう、うまいとは思わないんですよ。けどやっぱ可愛さが勝つんですよね、この時代は。うん。うまいでしょねー。おー。なんかトルコアイス食ってるみたいな。うまーい。うまー。こちら電子レンジとフライパンでやったやつね。ちょっと水分飛ばしたらどうなるか。こういう風にこう持ち運べるようにしたいんだよね。うん。お、いいね、いいね。うん。無限飴だ、これ。うん。こっちもね、もちもちしてて美味しいっすね。はい、って感じで、ね、パン飴5袋でもね、まあ、餅が勝つこと分かりました。ぜひね、パン飴さんね、僕をイメージキャラにしてください。だです。See you.
PDS 株式会社。チャンネル登録よろしくよろしくよろしくよ。動画のグッドボタンもお願いしますよ。おいしょ。はい、って感じで今日はね、このスイカバーのね、チョコを使ってスイカバーを割ってきてます。イエーイ。で、何で割るかっつーと、このチョコがね、もう BB 弾にしか見えなかったんで、このエアガンでね、18金エアガンで、まあ、10金か、エアガンでやりたいと思います。大きさ大丈夫かな、ちょっと心配だな。やってみるか。さあ、1個でちょっと飛ぶかね。え、鎌倉すげえあったけえだぞ。おいおい、おめえてめえふざけんなよ。はい、ガイス、プッキョットね。ヘガイスプラネットキャットね。この家では新年明けましておめでとうございます。